地下生活者の手記。ドストエーフスキー。米川正夫役。第1、地下の世界。この手記の筆者も、手記そのものも無論、架空のものである。が、それにもかかわらず、かかれ手記の作者のごとき人物は、我が社会全般を形成している諸条件を考慮に取り入れてみると、この社会に損し得るのみならず、 むしろ存在するのが当然なくらいである。私は、極めて近き過去の時代に属する性格の一つを、普通よりも明瞭に、公衆の面前へ引き出してみたかったのである。それは未だに予然を保っている世代の一代表者なのである。地下の世界と題するこの談笑において、この人物は、自分自身とその見解等を自己紹介し、合わせて、 かかる人物が、我々の周囲に現れた理由、い現れなければならなかった理由を、鮮明線と欲しているかのごとくである。次の断章においては、この人物が、事故の生活中のある事件を叙述した本当の、主記が始まるのである。フォードル・ドストエーフスキー。一。私は病的な人間だ。私は意地悪な人間だ。私は、 人好きのしない人間が。これは、どうも肝臓が悪いせいらしい。もっとも、私は、自分の病気のことなど、これから先もわかっていないし、それに、自分の体のどこが悪いのか、それさえ確かなことは、わからないのだ。私は、医術や医者を尊敬してはいるけれど、医療というものを受けていない。また、これまでもかつて受けたことがない。 その上、おまけに、私は極端に迷信家なのである。まあ、いわば、医術など尊敬する程度の担ぎ屋なのである。私は迷信家にならないで済むくらいには、十分教育を受けているのだけれど、それでも担ぎ屋なのである。何、意地でも、医者の治療なんか受けたくない。これなぞは、確かに、諸君の理解を絶やしたことに相違ない。ところが、 私にはそれが分かっているのだ。この場合、私がこんな意地を張って、一体誰に面当てしようというのか、その辺は、私も、無論、うまく説明ができない。私が、医者の治療を受けないからといって、それでやつらを困らせるわけにはいかないのは、自分でもよく承知している。そんなことをして損をするのは、自分一人だけで。 他の誰でもないということは、百も承知なのである。が、それにしても、私が治療を受けないのは、やはりいじっぱりのためなのだ。肝臓が悪いのなら、もっともっと、うんと悪くなるがいい。私は、もう前から、こんな生活をしている、かれこれ二十年にもなろう。今私は四十だ。以前は勤めていたが、今は老老の身の上だ。 私は意地の悪い役人だった。人に乱暴に当たって、それをもって心よとしていた。何しろ、私は賄賂を取らなかったのだから、せめて、それくらいの報酬は受けてしかるべきだったのである。これは悪いしゃれだが、私は、これを消さないことにする。これを書くときには、なかなか辛辣に行きそうな気がしたものだが、今になってみると、 ただ醜いから威張りがしたかったに過ぎないが意地にでも消さないでおく私の陣取っていたテーブルのそばへ人民どもがいろんな問い合わせなどに寄ってくると私はガミガミと噛みつかないばかりに怒鳴りつけてうまく誰かをとっちめた時などは抑えきれないほどの満足を感じたものだしかもそれは大抵うまくいった彼らは おおむね臆病な連中ばかりだった。言わずと知れた西岸人気室というやつである。が、ダンディレンの中には、一人我慢のならない将校がいた。こいつは一家な降参しようとしないで、無出場が走るほど、軍刀をガチャガチャ鳴らす癖があった。私は、この軍刀のことで、やつと、一年半ばかり戦争を続けたが、とうとう、勝利は、 こっちのものになった。やっこさん、ガチャガチャをやめてしまった。ただし、これは、まだ私の若かった頃の話である。しかし、諸君、私の天の尺の主なる点が、どんなところにあったか、諸君に想像がつくだろうかそうだ、最も寛容なのは、一番いまいましい話というのは、他でもない、私は、 単に意地悪な人間でないばかりか、世をすねた人間でさえもなく、ただいたずらに雀のような連中を驚かして、ようやく自ら慰めているに過ぎないということを、一刻一分の闇感なく、思い切り感触を破裂させた瞬間でさえ、周知の念を抱きながら自覚する、その点にあったのである。たとえ口から泡を吹くほど生きり立っていても、もし、誰かが、私に、 玩具の人形でもあてがってくれるか、お茶に砂糖でも添えて持ってきてくれたら、それで、私はおとなしくなりかねない人間なのだ。それどころか、心底から、元気の念を禁じえないであろう。そのくせ、きっと、自分で、自分にがみをするくらい腹を立てながら、恥ずかしさのあまり、何ヶ月も何ヶ月も、不眠症で苦しむに相違いないのだ。それが、 もう私の決まった癖なのだ。さっき、私が、意地の悪い役人だったと言ったのは、あれは、自分で自分を中傷したのだ。意固地になって、わざと中傷したのだ。私は、正眼人や将校を相手に、ただの悪ふざけをしただけなので、本当のところ、一度も意地悪になれたためしがない。それどころか、まるで、反対の要素が、 自分の内部に余るほど充満しているのをひっきりなしに感じた。そいつがその正反対な要素が私の体の中でうようよしているのだ。これが生涯私の内部でうようよしながらどうかして外へ出ようとしていたのは自分でもちゃんと分かっていたけれど私はそいつを出さないように抑えていた。わざと外へ出さないようにしていたのだ。 それが恥ずかしくて、顔から火が出るほど苦しいんだ。体中痙攣で震えるほどの苦しみだった。それでも、結局飽き飽きしてしまった。それこそうんざりしてしまったのだ。しかし、諸君、今、私は何か後悔して、諸君に許しでもうているように思われはしないだろうかきっと、そう思われるに違いない。もっとも、しかって言うが、 たとえそう思われたって、私には同じことなのだが、私は、単に意地悪な人間ばかりでなく、結局何者にもなれなかった。悪人にも、善人にも、卑劣感にも、正直者にも、英雄にも、虫けらにもなれなかった。今や、私は、自分の片隅に、最後の日を送りながら、賢い人間は、本気で何かになることはできない。 ただバカが何かになるばかりだという、何の役にも立たない、独々しい気休めで、自分で自分を苦労している対多落だ。そうだ、19世紀の人間は、精神的な意味で、もっぱら、無性格な存在たるべき義務がある。ところで、性格を有する人物、すなわち、活動家は、もっぱら、船舶な存在でなければならない。これは、 私の40年来の自説である。私は今40だが、しかし、40年といえば、これは、もう人間の全生涯だ。それこそ、もう大変な老齢である。40年以上も生き延びるのは無作法だ、卑劣だ、不道徳だ。一体、誰が40以上も生きている正直に誠実に答えてみたまえ。では、 私がそれに応えよう。バカと、ヤクザ者が40以上も生きるのだ。私は、ありったけの老人どもに、面と向かってそう言ってやる。世の尊敬を受けている、貧乏に霜を置いた、方向福育たる老人どもに言ってやる。世間の奴ら一同に、面と向かって言ってやる。私は、こういう権利を持っているのだ。なぜなら、私自身、 60まで生き延びるからだ。70までも生き通すからだ。80までも生き続けるからだ。ちょっと待ってくれたまえ。まず息を継がせてもらおう。諸君、おそらく、諸君は、私が諸君を笑わすつもりで、こんなことを言うのだ、と思っていられるだろう。とんでもない間違いだ。私は、諸君の考えていられるような、 あるいは諸君の考えられるかもしれないような、そんな、のんき千万な男では、決してない。もっとも、こんな饒絶に、感釈を起こした諸君が、どうも、私の直感では、諸君は、感釈を起こしていられるらしい。一体お前は何者だ、と尋ねる気持ちになられたら、私は、一個の発動感だと、お答えしよう。私は食わが、ために、ただそれのみのために、 勤務していたが、去年遠い親戚の一人が、6000ルーブリの金を遺言して死んでくれたので、私は、すぐに辞表を提出して、自分の小さな片隅に閉じこもってしまった。私は、前から、この一宮に住んでいたのだが、今度はそこに閉じこもってしまったのだ。私の部屋は、汚いやくさなもので、町外れにあるのだ。女中は田舎でのばあさんで、 バカなために意地が悪く、おまけに、いつも嫌な匂いをプンプンさせている。私は、ペテルブルグの気候が健康に良くないし、私風情の貧弱な視力でペテルブルグ住まいをするのは、非常に骨が折れると、人から注意を受けるのだが、そんなことは、自分で百も承知している。それをもっともらしく忠告する、経験と知恵の塊りみたいな連中よりも、 ずっとよく心得ている。が、それでも、私はペテルブルグに踏みとどまっているのだ。ペテルブルグを出て行きはしない。私が出て行かないわけは、ええ。私が出て行こうと行くまいと、そんなことは全くどうでもいいではないか。それにしても、ちゃんとした人間が、心から、満足しながら話すことができる話題というのは、そもそもなんだろう答え 自分自身のことである。では、私も、一つ、自分の話をしよう。二。ところで、諸君、私は、今諸君が聞くことを望むにしろ、望まないにしろ、なぜ、私が虫けらにさえなれなかったかというわけを、話して聞かせたいと思う。堂々と言ってのけるが、私は、今まで何度虫けらになりたいと思ったか知れない。けれども、 私は、それにさえ値しない人間だったのだ。諸君、誓って言うがあまり意識しすぎるということは、それは病気なのである。間違いのない本物の病気なのである。人間の日常生活にとっては、ありふれた世間並みの意識だけでも十分すぎるくらいなのだ。つまり、不幸な我が19世紀に生まれ合わせて、しかも、その上に、 地球上で最も抽象的な作為的都市であるペテルブルグに住むなどというとんでもない不幸を持ち合わせた教養の高い人間に与えられた意識量の半分どころか4分の1もあったらたくさんなのだ実際町にも作為的なのとそうでないのとがある例えばいわゆる直上傾向の人とか活動家などが生活の主としているような あの程度の意識があったら十分なのである。私は賭けでもするが、諸君は、私がこんなことを書くのを、からいばりのためだ、活動家のことで稽古を吐くために、悪趣味なからいばりをして、例の将校のように、軍刀をガチャつかせているのだと、こう考えていられるにそういない。しかし、諸君、自分の病気を自慢する者がどこにあろうしかも、 それを種に威張るなんて、もってのほかの話である。もっとも、私は、一体何を言っているのだ誰だって、それをやっているではないか。つまり、病気を自慢しているのだ。私などは、おそらく、その最たるものだろう。とにかく、議論はよそう。私の答弁などは、馬鹿げて聞こえるから。が、それにしても、 私は心から確信している、意識の過剰どころか、どんな種類の意識でも、意識は全て病気なのである。私はそれを主張する。けれど、この問題もしばらく置くことにして、一つ、こういう疑問に答えてもらいたい。というわけで、私はいつも、最も大切な瞬間に、つまり、一時、我々の間でやかましく言われた。 全ての美しくして光栄なるもののあらゆる微妙な異例を意識するのに最も適当な心的状態に置かれた瞬間にそれを意識しようとはしないであのような見苦しい所業をやってのけるような主義になったのかしかもそれはまあそれは一口に言えばみんながやっていることかもしれないけれど私としては決してやってはならないと。 十二分に意識しているその瞬間に当てつけがましくわざわざ頭に浮かんでくるのである。私は善だとか例の美しくして光栄なるものだとかをはっきり意識すればするほどいよいよ深く事故の内部の泥沼にはまり込んでまるで抜きも刺しもできなくなってしまうのだ。何よりも困ったことはそれが全て偶然でなく。 どうしてもそうならざるを得ないように思われる点なのである。いわば、まるで、これが、私のノーマルな状態であって、決して病気でもなければ変態でもないらしいので、結局、この変態と戦おうなどという気持ちが、すっかりなくなってしまったのだ。で、私は、とどのつまり、おそらく、これを、自分のノーマルな状態のように、 ほとんど信じかねないばかりになったことによったら、本当に信じきったかもしれないけれど、はじめしばらくの間は、この闘争のために、私は、どれくらい苦しんだか知れない。私は、誰でも、みんなそうだとは思わなかったので、その後、ずっと、このことを、まるで大秘密のように、かくしていた。私は、それを恥じた、もしかしたら、 今でもも恥じていいるかもしれないそれが高じてくると何か蒸気を逸した下劣な秘密の快楽めいたものを感じるようになったどうかするとあの何とも言えない忌まわしいペテルブルグの夜に自分の詫び住居へ帰ってきながら今日もまた狼烈なことをやってのけたしかしできたことは取り返しがつかないと一生懸命に意識の中で繰り返しては 心ひそかに自分を責めさいなみ、我と我が身を噛み先、引き、手変多す列、つ、第三水準一の八十四の七十七、ルノだ。そうすると、しまいには、この意識の苦渋が、一種の呪わしい汚くに満ちた甘い感じに変わって、最後には、それこそ、間違いのない、真剣な快楽になってしまう。そうだ、快楽なのだ、まさに快楽なのである。 私はそれを主張する。私がこんなことを言い出したのは他の人にもこんな快感があるものかそれを確実に知りたくてたまらないからだ。私は諸君に説明しよう。この場合の快感はあまり強烈に自己の屈辱を意識するところから生じたのだ。つまり自分がどん詰まりの壁にぶつかってその苦しさを痛感しながら。 しかも、他にどうもしょうがない、逃れるべきとがない、今更別人になるわけにはゆかない。よしまた、何か、他のものに変わり得るという信念もあり、時間の余裕があったとしても、おそらく、自分から、そんな変化を望まなかったに相違ない。それに、そんな気を起こしてみたところで、結局どうもしなかったろうと思われる。なぜなら、変わるべき目標がないからである。 ここんな風に考えるるところから一種のの快感が生ずるのだしかし最も寛容な最後まで戦日めた要点は他でもないこんなことはすべて強烈な意識に含まれているノーマルな根本法則とその法則から直接に生ずる打力によって行われるのだからしたがってこの場合何かに変わるなどということは愚か盲点で もも足も出ないのである例えば強烈な意識の結果としてこんなことが言えるのだもし当人が本当に自分を卑劣感だと感じているなら卑劣感であるのも正しいことだそしてそれが卑劣感にとって気休めになるのだしかしもうたくさんだああさんざしゃべり散らしはしたものの一体何を説明することができただろう 私の言う快感はどう説明されたのだしかし、私は説明してみせる。私は嫌でも最後まで蹴りをつけずには置かない。私が筆を取ったのもつまりそのためではないか。早い話が私は恐ろしく自負心が強い。まるでセむしか子供のように、猜疑心が強くて怒りっぽい。けれど、 本当のところを言うと、もし仮に平手打ちでも食わせられるようなことがあったら、私は、かえってそれを喜んだかもしれない、そういったような時が、私にはよくあるのだ。真面目な話、私は、そんな場合でも、一種独特の快感を見つけ出したに相違ない。無論、それは絶望の快感である。絶望の中にも焼けつくように、 強烈な快感があるものだことに自分の身体極まった急境を痛切に意識する時などはなおさらである。で、その平手打ちを食った場合は自分が二度と世間へ顔出しができないほど面目を丸つぶしにされたという意識がいやおうなく頭からのしかかってくるわけである。とにかく肝心な問題はなんと理屈をこねてみたところで。 結局、要するに、私が、いつも、すべての点において、第一番の悪者になってしまうということなのだ。何よりも尺に触るのは、罪もないのに、いわば自然の法則で、悪者になってしまうことである。まず第一に、私は、周囲の誰よりも賢いのが悪いのだ。私はいつも、周囲の誰よりも賢いと自認して、時には、 諸君は本当にされないかもしれないが、それを決まり悪く感じるくらいだった。少なくとも私は一生妙にそっぽばかり見ていて、決して人の顔をまともに見たことがない。第二にはたとえ私に高潔心があったにもせよ、それが何の役にも立たないと意識することによって、かえって余計に苦しい思いをするばかりなので、それも 私が悪いことになるのである。私は、おそらく、自分の高潔心から、何一つしでかすことができないだろう。許すこともできまい。なぜなら、無礼者が私を殴ったのは、多分、自然の法則に従ったものだろうが、自然の法則を許すなどということは不可能だからである。それかといって、忘れることもできない。たとえ、 自然の法則とは言いながら、それでもやはり尺だからである。最後に、たとえ、私が、全然高ブロ老などと思わないで、無礼者に復讐しようと望んだにもせよ、結局、誰にも何一つ復讐することができなかったろう。なぜなら、余震はできることであっても、きっと何一つ結婚する気になれそうもないからである。どうして結婚できないか このことについて、私は特に一言したいのである。三自分の恨みを晴らしたり、全体に、自己の主張を通したりするような人間は、例えば、どんなふうにやるのだろう思うに、彼らは、復讐の念に駆られると、その時は、彼らの全存在に、この感情以外の何物も残らなくなってしまうに相違ない。そんな連中は、 まるでたけりたったお牛のように角をぐっと下の方へ傾けながらまっしぐらに目的を指して突進するので壁にでもぶつからない限り引き止めることはできないついでに言っておくがこんな連中つまり直上傾向の人だの活動家だのは壁にぶつかるとまっ正直に兜を脱いでしまうのである彼らにとっては我々のように考えてばかりいて 従って何にもしない人間と違って壁は方向転換の理由でもなければ途中から引き返す口実にもならない我々のような連中なら普通自分ではそんな口実など信じないくせにいつもそれをもっけの幸いに従るものなのだが直上傾向派はなかなかどうして真っ正直に兜を脱いでしまうのである壁は彼らにとっては なんとなく心を落ち着けるような道徳的な解決を与えるような決定的なというよりほとんど神秘的な意義を有しているのだ。しかし食べことは後回しにしよう。さてこうした直上傾向的な人間を私は本当のノーマルな人間だと思う。これこそジボのごとき自然が私らをいとも優しく地上に生み落とすとき。 かああれかしと望んだようなな人間なのである私はこういう人間を見ると蝶が煮えくり返るほど羨ましくなる。こういう連中は頭が鈍い、それは私もあえて争わない。ノーマルな人間はバカなのが本当かもしれない。諸君はなぜかその訳をご存知のことと思う。それは極めて立派なこととさえ言えるだろう。 私がこのいわば一種の疑念に類したものをますます固く信じ込んでしまったのは他でもないもし仮にノーマルな人間のアンチテーゼすなわち自然の懐から出たのでなしに上流期から生まれたようなこれはもうほとんど神秘主義に属するが諸君私はそれをも多少信じている強烈な意識を有する人間を例にとってみると このレトルトの人間がどうかすると自分のアンチテーゼの前に兜を脱いでしまい強烈な意識を有しているにもかかわらず好んで自分をハツカネズミかなんかのように考えて人間扱いをしなくなるのであるたとえ強烈な意識を有するハツカネズミにもせよ要するにネズミはネズミであるところが一方は人間だからしたがって その他の他一切が備わっているわけだしかも肝心なのは彼が自分で自分を20カネズミ扱いにしていることで誰もそんなことを頼みはしないのだこれが重要な点なのであるところで今度はこの20カネズミの行動ぶりを一見しよう仮にこのネズミも同様に侮辱を受けてこいつはほとんど年中 侮辱を受けているのだ。やはり復讐を念じているとしよう。このネズミの心中には、おそらくエルフォンメル・エルアネイチャーエルアヴイアキュートアクセント付き小文字 RIT アキュートアクセント付き小文字自然と真理の人よりももっと憎悪の念が積もり積もっているに相違ない。同じ悪を持って敵に復讐しようという毛ガラしい過当な欲望が ネズミの腹のうちでは自然と心理の人よりももっと醜悪な形でひしめき合っているかもしれないというのは自然と心理の人は生まれつき愚鈍なために自分の復讐をただお手軽に正義と考えているからであるところがハツカネズミは強烈な意識のためにこの場合正義などというものを否定してしまうそして結局 仕事そのもの復讐行為そのものに走ってしまうのである不幸なハツカネズミは最初しでかしたたった一つの汚らわしい行為の他にいろんな問題や疑惑といった形でさまざまな汚らわしいものを自分の周囲に早くも山のごとく積み重ねてしまった数限りない未解決の問題を一つの問題に持って行ってしまうのでその周りには何かしら 宿命的なごった汁がが出来上がってしまうこのゴッタ汁というのはネズミ自身の疑惑や反問をはじめとして裁判官や独裁官といった体裁でその前に威風堂々と控えながら健康な喉をいっぱいに広げてカラカラと笑い飛ばしている直情傾向的な人間どもの唾こういうものでできている悪臭噴んたる皇帝みたいなものなのだ。無論ネズミは ただ一切を無視するように手を一つ振って自分でも信じていない付け焼き場の軽蔑の微笑を浮かべながら自分の穴の中へ見苦しく潜り込むより致し方がないのであるそこで悪臭ふんふんたる忌まわしい床下で侮辱と霊笑に打ちのめされた我がハツカネズミは早速冷たく毒々しいしかも英語を消えることのない憎悪に浸るのだ40年くらいぶっ続けに 自分の受けた浅ましい侮辱を極めて冷細な点まで残りなく思い起こすのだ。そうしてその度に一層浅ましいデテールを勝手に付け足しながら自分の空想で意地悪く自分を長老し苛立たせるのである。我と我が空想を恥じながらもやはり一切のことを思い起こして再三再四心の中でこね返した挙句。 こんなこともやはり起こる可能性があったのだというのを口実にとんでもないことを考え出して自分で自分を侮辱するこうして何一つ容赦しようとしないたとえ復讐を始めるにしてもこちょこちょとこ出しにこっそりやるので自分の復讐の権利もその成功もまるで信じてはいないのだそして自分の復讐の試みのために相手よりも かえって、自分の方が百相倍も苦しんで、先方は、ケロリと済ましているにそういないのを、前からちゃんと知り抜いているのである。臨中の床に横たわりながら、またしても、根こそぎありったけのことを思い出すが、今度は、長年の間に積もり積もった利息までが、おまけにくっついているのだ。そして、けれども、つまり、この冷ややかな、忌まわしい、半ば絶望的な、 半ば希望を増しているような状態の中に、時期半分に40年間も、意識的に、自分を床下に生き埋めにしたという事実の中に、強いて作り出しては見たものの、多少怪しいところのある、こうした救いのない境遇の中に、内向してしまった、満たされざる欲望の毒素の中に、躊躇の後に永久変わらぬ決心を取ったと思う。まもなく、すぐ。 次の瞬間に沸き起こる開墾の中にこうそれは極めて微妙な時とすると意識で補足できないような事柄なので少しでも頭に融通の利かない人間や太い神経の持ち主などはこの問題になると点で何が何やら分からないのであることによったらと諸君はニヤニヤ歯をむきながら自分の意見を付け加えるだろう。 一度も平手打ちを食ったことのない連中も、やっぱりよく飲み込めないでしょう。こういったわけで、私が今までの生涯で、おそらく、平手打ちの一つくらい食ったものだから、そこで、この問題の通人らしい口を聞くのだろうという意味を、遠曲にあてこするに相違ないのだ。諸君がそう思っていられるのは、賭けをしてもいいくらいである。しかし、諸君、こう、いよ休んぜよ。 私はまだ平手打ちを受けたことはないのだ。もっともこの点諸君が何と思うと私にとっては全くどうでもいいことなのだけれども私はことによったら今までの生涯で自分から人に平手打ちを食らわせる度数が少なかったのを残念に思っているかもしれないのだ。しかしもうたくさんだ諸君にとって 並々ならぬ興味を有するこの主題についてはこれ以上もう一言も語らないことにしようそこで今度は快感の持つある種の繊細味を介しない神経の太い人間のことを冷静に語り続けるとしようこうした連中はある場合に再会すると例えばお牛のごとくのどいっぱいに吠え散らしてそのために 非常な名誉を勝ち得るにはそうい,ないだろうけれどもしかし前述したごとく彼らは不可能ごとにぶつかるとすぐおとなしくなってしまうのだ。不可能ごとこれはすなわち石の壁なのかでは石の壁とはどんなものなのかそれはまあ言うまでもなく自然の法則であり自然科学の結論であり数学である。例えば 人間は猿から進化したのだと証明されたらもう顔をしかめたって始まらないからそのまま頂戴しておかなければならない。また自分自身の死亡の一滴は本質的に見て同胞の死亡の数万滴よりも貴重であらねばならぬ。従ってあらゆる善行も義務もその他あらゆる偏見も弱まいごともこの結論を基礎として解決さるべきである。 と、こんな風に証明されたら、もはや仕方がない。やはりそのまま受け取らねばならない。何しろ、それは、22が4であり、数学なのだから、うっかり口答えでもしようものなら、それこそ大変だ。とんでもないと、みんな叫び出すだろう。反抗なんかするわけには行きません。これは22が4なんだから。自然は、君の意見なんか聞きゃしません。 自然は、君の希望がどうだろうと、自分の法則が、君の気に入ろうと入るまいと、そんなことは無関心なんです。君は、自然をあるがままに受け入れるべきで、従って、その結果をも、すべてありがたく頂戴しなければなりません。壁は、どりも直さず壁なんですよ。しかじかうんぬん、ええじれったい、私には、なぜか、 この法則や二十二が四が気に入らないのに、自然律だの数学だのに、何の関わりがあるというのだ無論、私は、自分の学で、この壁を打ち抜くことはできない。そんな力は、本当に持ち合わせがないのだから。けれども、私は、決して、この壁とは牧師やしない。なぜといって、私の前に、石の壁が突っ立っていて、しかも、 私にそれを打ち抜く力がないという、ただ、それだけの理由でたくさんなのだ。こうした石の壁は、本当に鎮静剤か何かで、事実平和をもたらす一種の呪文を含んでいるように、世間では考えられている。それは、この石壁が、二十二が四であるという、ただ、それだけの理由に過ぎないのだ。おおなんと遊具の骨頂だそれに比べると、 一切を理解し一切を意識し全ての不可能事や石の壁を達観しながらもし妥協が忌まわしく思われたらその不可能事や石の壁のどれ一つとも妥協しない方がどれだけ堂々として立派か分からないどうしても避けることのできない論理的なコンビネーションの道をたどりながらこの石壁についてもなぜか自分に罪がある。 などという永久不変のテーマに溺れて思いっきり忌まわしい結論に到着するもっとも自分に何一つ罪がないのはここでも火を見るより明瞭なのだけれどその結果無言のまま叱らない鏡を続け腹を立てようにも結局相手がないのをぼんやり考えながら当然と惰性の中に感覚を麻痺させてしまうのだ実際 心にも相手がない。あるいは永久にそんなものは出てこないのかもしれない。これはイカさまカルタ氏がやるような札の差し替えに類した手で何かごまかされているのだ。これはもう何のことはない。本当の皇程だ。何が何だか誰が誰だかまるっきり分からない。しかしこうしたごった返し優し買いにかかわらず。 やはりあるる痛みを感じるそして訳が分からなくなればなるほどますます痛みがひどくなってくるのだ。四八八なるほどしてみると君は普通にも快感を見つけ出そうというんだね。と諸君は笑いとともにこう叫ぶだろう。それがどうしたのだ普通にだって快感はありますよと私は答えよう。 私は、丸一月、普通に悩んだことがあるから、確かに快感のあることを知っていますよ。この場合は、無論、黙ってプリプリしているのじゃなくって、うなり声を立てるのだけれども、そのうなり声は、真っ正直なものじゃない。それは、意地悪を伴ったうなり声なんで、つまり、その意地悪の中にこそ、違和感があるのです。このうなり声の中にこそ、 苦しめるもし快感を覚えなかったら「当人」おそらくうなりはしなかったろうこれはいい例だから諸君これを一つ発展させてみようこのうなり声の中には第1当人の意識にとって屈辱的な苦痛の無目的が表現されているつまりそれは自然の合法性であってそんなものは諸君にとって 一個の値打ちもないけれど、やはり、諸君は、そのために苦しんでいる。ところが、自然は平気なんだからね。そこで、敵はどこにもいないのに、痛みは存在するという意識が表現されるわけだ。つまり、諸君は、ありとあらゆるバーゲンハイム、ドイツ人の名司会も、ジッパ人からげにして、完全に、自分の歯の奴隷となっていて、もし、 誰かがその気になれば、悲痛は止まってしまうけれど、もし、その気にならなかったら、まだ、三か月も痛みと推すのだ。そして、諸君が、いつまでもそれを納得しないで、相変わらず、反抗を続けるとすれば、諸君は、ただ、気休めに、自分で自分をぶん殴るか、原稿を固めて、こっぴどく、邪魔者の壁を叩きつけるか、それより、 他の手はまるで残されていない、こういったような意識の表現なのである。さて、こんな血のにじむような屈辱感や、誰のとも知れない嘲笑が元となって、ついには、情欲の極みに達するほどの快感が始まるのだ。諸君、私は、諸君にお願いがある。いつか19世紀の教養人が、悲痛に苦しめられて、うなっている声に耳を澄ましてもらいたい。 それも痛み出してから二日目、ないし三日目あたりがよろしい。その時は、初めの日にうなったのとは、だいぶ違ったうなり方をするようになる。つまり、単に歯が痛いからといって、がさつな百姓男が立てるようなうなり声ではなく、ヨーロッパ的文化の洗礼を受けた発達した人間のようなうなり方、つまり、今の流行り言葉を使って言えば、 祖国の土と国民的本質から絶縁された人間のような唸り方をするのである彼のうなり方は何となく嫌な胸の悪くなるほど意地悪い調子になってそれが毎日毎晩ひっきりなしに続くのだそんなにうなったところで何の役にも立たないことは当人もちゃんと心得ているのみならずただいたずらに自他の精魂をつからせ 苛立たしい気持ちにさせるばかりりりなののを誰よりもよもく知り抜いていてるのだ彼がそれを目当てに骨折って自分の苦痛を見てもらおうとしている公衆も家族全体も彼のうなり声を聞きながら今ではもう嫌悪の年歳さえ抱くようになりその真実さをこれから先も信じないで妙な節をつけたり技巧を凝らしたりしないでもっと率直にうなることができそうなものだ。 あれは、ただ、面当てから意地になって、悪ふざけしているだけの話さ、などと腹の内で考える。それも、当人はすっかり知り抜いているのである。まあ、こういう、さまざまな自意識や屈辱の中に、情欲にも似た快感が含まれているのだ。言ってみれば、私は、あなた方を悩まして、みんなの心をかきむしっている。そして、 ののものを寝させないいようにしているだからみんな眠らないでいなさい。私は歯が痛いんだということをあなた方も一刻一刻や見合いだなしに感じるがいいんだ。以前私はあなた方の目に英雄らしく見られたいと思ったものだけれど今ではもうそれどころかただの汚らわしい人間で一個のブライカンに過ぎない。なあに。 それならそれで構わないさ。あなた方が私の本性を見破ってくれたので、私は結構ありがたいくらいだ。あなた方は私の下品なうなり声を聞くのがお嫌なんでしょう。ふん、それなら勝手に嫌がるがいい、今にもっと嫌なやつを節をつけて聞かしてやるから、諸君、諸君は、これでもまだわからないだろうかだめだ。 この快感のありとあらゆる陰影を介するためには、深く深く徹底的に精神的発達を遂げて、そこの底まで自覚し尽くさなければならないらしい。諸君は笑っていられるのかそれならこちらも愉快だ。諸君、私のしゃれは、無論下品なところがあって、なだらかでなく、筋を外しがちで、おまけに、自分で自分を信じないような調子だが、しかし、 それというのは私が自己を信じないからである。一体自意識の発達した人間がいくら何でも自己を尊敬するなんてできるものだろうか。五さて、謝問するが自分自身の屈辱感の中にさえ快感を見出そうなどとらむような人間が果たして多少なりと自己を尊敬し得るものだろうか私が今こう言うのは 変に余ったる異残期の念などのためではない。それに、全体からして、ごめんなさい、パパさん、これからはもういたしません、などというのが、私は、我慢のできない立ちだった。それも、私にそれが言えないからではない。それどころか、あまり言えすぎるためかもしれない。全く大いに言えるのだ。私は、点で夢にも悪いことをした覚えがないようなときに、 よくわざとへまなことをやってのける。それが、何より一番忌まわしいのだ。そうすると、私は、またしても心から感激して、後悔の涙を流したものである。無論私は、自分で自分を欺いたのだが、何も、決して芝居を打ったわけではない。ただ、なんとなく、私の心が、そんな嫌な真似をさせるのだ、この場合。 自然の法則さえも責めるわけにはゆかない。もっとも、この自然律は、何と言っても、一生涯の間、こっぴどく私を侮辱し続けたのだけれど、こんなことは思い出すのも汚らわしい。それに、その当時だって汚らわしかった。実際ものの1分もたつと、私は、もう毒々しい気持ちを抱きながら、こんなことは、みんな嘘だ、いまいましい嘘だ。 取ってつけた嘘だこんな後悔も感激も構成の誓いもみんな何もかも嘘だと考え直すのであるそもそも私は何のためにああ自分で自分をひん曲げたり苦しめたりしたのか試しに聞いてみるがいいその答えはぼんやり懐出をしているのが退屈でたまらなかったのでそれでいろんな軽業をしてみたのだどこを来るに違いない 全くそのの通りなのだ諸君、よく気をつけて自分を観察してみたまえ、なるほど、その通りだとがてんがゆくから。つまり、何とかして生きてゆくためには、自分でいろいろな冒険を暗殺して人生を創作しなければならなかったのだ。まあ、早い話が私は今までどのくらい腹を立てたか知れない。それも、 理由あっての話ではなく、ただなんということなしに、わざとやるのだ。自分でも腹を立てるわけはないと承知しながら、自分で、自分に油をかけていくうちに、とうとう、まったく、心底から腹を立てるようになってしまうのだ。私は、どうも、一生涯、こういう芝居を打ちたい気持ちに取りつかれて、しまいには、もう、自分で、 自分の意志を支配することができなくなった。いつかは、無理に恋をしようと思ったことさえある。しかも、それが二度まであったのだ。正直なところ、諸君、私はずいぶん苦しんだ。魂の奥底では、自分が苦しんでいるなどとは信じられない。むしろ、霊障の気分が動くのだけれど、それでもとにかく苦しんだ。本当に、 正真正銘の苦しみをした。嫉妬の念に駆られて、前後を忘れたこともある。それもこれも、みんな退屈から出たことなのだ。諸君、すべては退屈から生ずるのだ。惰性に圧倒されてしまうからだ。実際、意識というものから直接生ずる合法的な結果は、他でもない、この惰性なのだ。言い換えれば、 意識的な高脂肪感の生活であるこのことはもう前に述べておいた。繰り返して言うが、特に強調して繰り返しておくが、すべて直上傾向的の人間や活動家は、彼らが鈍感で戦爆な人間であればこそ、そのために実行的にできているのだ。これをどう説明したらよかろうかそうだ、こう言ったらいい。彼らは、 自分の船舶な性質のために最も手近かながい二義的の原因を根本的なものと取り違えて自分の仕事の絶対不変の基礎を発見したと恐ろしくせっかちに気軽に確信してしまってそこでホッと安堵の息をつくそれが最も大切な点なのである実際活動を始めようというのにはまずあらかじめ安心しきっていて それこそ何らの疑惑も残らないようにすることが必要であるところで例えば私などはどんなふうに自分を安堵させることができるだろう事故の支柱とすべき根本的の理由はどこにあるのだ肝心要の基礎はどこにあるのだどこからそれを取ってきたらいいのだろう私は自作の自己鍛錬をしているので従って 一つの根本的原因が、さらにより、以上、根本的なやつを引き出してくる、これが、無限にどこまでも続くのだ。これが、すなわち、すべての意識とか、思索とかいうものの本質なのだ。してみると、もうこれこそ、例の自然率というやつに違いない。そうすると、最後は結局どうなるのだろうやはり同じことなのである。 ついさっき私が復讐のことを話したのを思い出してもらいたい諸君はおそらくろくすっぽ聞いてはいられなかったのだろう前にも言った通り人が復讐するのはそこに正義を見いだすからであるつまり彼は根本的な理由言い換えれば正義を見いだしたわけだから従ってあらゆる点において安心を得たことになるそこで 潔白な正しい行為をしているという確信を抱きながら、落ち着き払って、復讐の目的を達することができる。ところが、私は、その行為に正義も発見しなければ、特効なども一向に見いださないので、もし復讐するとすれば、要するに、ただ、面当てのために過ぎない。この面当てというやつは、もちろん、疑惑にしろ何にしろ。 ののものを克服する力があるのだから従って立派に根本的原因の代わりを務めることもできたはずなのであるというのはそんなものが何の原因でもないからであるしかしもし私に面当ての気持ちなどまるでないとしたら一体どうしたらいいのだろう私はさっきここから議論を始めたのであった憤怒はここでもまた 例の忌まわしい意識の法則の作用で、科学分解的にバラバラになってしまう。みるみる、うちに、肝心の対象がちり散りになって、論証は霧りのごとく消えうせ、責任者は見つからないで終わってしまう。そして、侮辱は、もはや侮辱でなく、宿命みたいなものになってしまうのだ。いわば、誰を責めることもできない思通のようなものに変わるのである。 そこで、またしても、やはり、たった一つの方法しか残らないことになる。つまり、壁をこっぴどく殴りつけることなのである。まあ、こういうわけで、結局、諦めてうっちゃらかすより仕方がない。なぜなら、根本原因が見つからなかったからである。仮に、根本原因も理屈も抜きにして、ちょっとのまい式をオフ払いながら、盲目的に、 自分の感情に引きずられてみるのもよかろう。ただ腕組みしてぼんやり座っていないために、憎むなり愛するなりしてみるのだ。そうすると、どんなに遅くも、三日目ごろには、自分で自分を軽蔑するようになるだろう。つまり、みすみす、自分で自分を騙したからである。その結果として残るのは、ただシャボン玉と出せばかり。ああ、諸君、私が、 我から賢者をもって辞任しているのは生涯何一つ始めることも完成することもできなかったからである。何私がおしゃべりだって構わないみんなと同じような毒にも薬にもならない厄介なおしゃべりだって少しも構うことはない。しかしもしあらゆる賢者の直接にして唯一の使命が饒絶にあるとしたら語を変えて言えば恋に。 空虚な議論をこね回すことだとしたら、何とも致し方がないではないか。六おおもし、私の無意が、単に、怠惰のためであったら、ああ、そのとき、私は、どんなに自分を尊敬したか分からない。たとえ怠惰にもせよ、あるものを、自己の内部に持つことができたという、その点に対する尊敬なのである。つまり、たとえ一つだけでも、 自分で確信のできるような積極的な性質を持つことになるではないか。あれは一体何者だと人が尋ねた時怠け者だと答える。自分に関してこんな表現を聞くのはきっといい気持ちのものに相違ない怠け者。これは実に一個の肩書きであり使命であり履歴であるのだ。冗談じゃない。全くその通りなのだ。 その時こそ、私は、第一流のクラブの、堂々たる会員で、絶えず自分自身を尊敬するだけが仕事なのだ。私は、ある紳士を知っていたが、その人は、赤葡萄酒の通であることを、一生自慢にしていた。そして、これを押しも押されもしない、人間的長所と心得、かつて、己に疑いを差し挟んだことがない。彼は、 穏やかな両親どころか、さながら勝ち誇れるがごとき、両親を抱いて死んでいったが、それは、まさに、党を終えたことと言わねばならぬ。もしそれが私だったら、ちゃんと、生涯の方針を立てたに相違ない。私は、怠け者の大職くらいではあるけれど、ありふれたものとは違って、曰くつきのもの、例えば、すべての美しくして。 公園なる者に同情する怠け者の対処くらいなのである。諸君、いかがです。これはお気に入りませんか私は、もう前から、これを無双していたのだ。この、美しくして公園なる者は、40年間、恐ろしく、私の後ろ頭を押さえつけていた。しかし、それは、私の生涯の40年間だけれど、その時は、お その時は、すっかり、話が別だったに相違ない。私は、早速もっと適当な活動を見いだしたことと思う。他でもない、すべて美しくして、公園なるものの健康のために、祝杯をあげることである。私は、あらゆる機会にしがみついて、まず、はじめ、自分の杯に、一滴の涙を注いだ後、すべての美しくして、 公園なるもののためにそれを飲み干したに相違ないその時はこの世の一切を美しくして公園なるものに変えてしまい思いっきり汚らわしい疑う余地のない悪さなものの中にも美しくして公園なるものを見つけ出したろう私は濡れた海面のように涙っぽくなってしまったろうと思う例えば一人の画家が芸ニコライ・ニコライヴチ ロシアの画家1831から94年底の家の絵を描いたとすれば私は早速その芸底の家の絵を描いた画家の健康を祝して飲むだろうなぜなら全ての美しくして光栄なるものを愛するからである一人の作家がみんなそれぞれお好きなようにという本を書けば私はいきなり誰のでも構わず健康を祝して飲む なぜなら全ての美しくして光栄なるものを愛するからだ。私はそれに対して他人の尊敬を要求し私に敬意を表さないものを懲らしめてやるつもりだ。平静に生きて早朝に死んでいくこれは素敵ではないか実に素敵なことではないか。私はその時思いっきり大きな腹を突き出し 顎を見えになるほど太らせて赤っ棚をうんと油切らせてやるのだ。すると出会う人がみんな私を見てなるほどこれは有益な罪だ。なるほどこれこそ本当に肯定的な現象だ。というに違いない。諸君諸君は何と言われようともこの否定的な時代にこうした表現を聞くのは実にこよなく愉快なことなのである。 ななしかしそれはみんなおめでたき空想に過ぎないああ一体誰が真っ先にあんなことを言い出したかそれを聞かしてくれ人間がけがらわしい行為をするのはただ自己の真の利益を知らないからであるなどと言ったのは一体何者だこの手合いの考え方によれば人間というものはその知性を啓蒙してやって 本当のノーマルな利益に目を開いてやったらすぐに汚らわしい行為をしなくなって善良潔白な人間になりすますに相違ないなぜなら啓蒙された知性を持ち自分の本当の利益というものが分かったら全行のうちに己の利益を見いだすからだどんな人間だってみすみす自分の利益に反するような行為をするはずがないからいわば 必然的に善を行うようになるわけだ、とこうなのである。ああ、なんという子供らしい考え方だ。ああ、まるで純潔無邪気な赤ん坊の夢だ。第一、開拓以来ただの一人でも、単に、己の利益のみのために行動した人間があるだろうか人間というものは、みすみす、自分の本当の利益を承知しながら、それを二の次にしてしまって、 誰にも何者にも強制されているわけでもないのに別な冒険の道へ突進して行くこれを証明する無数の事実を一体どうしたらいいというのだ人間は指定された道を正直に踏んで行くのがいやさにそれと違った骨の折れるバカバカしい道をほとんど暗闇で手探りしないばかりの苦労を重ねながら我から好んで強情に開拓していくのだ してみるとこの強情とわがままは間違いなしにどんな利益よりも気持ちがいいわけである利益そもそも利益とはどんなものか人間の利益は果たしてなへんに損するかそれを諸君は絶対正確に定義し得る自信を有していられるかところでもし万一人間の利益なるものが事故に有利なことでなく を欲すするることに帰着するとに着したら一体どんなものだろうもしそうとしたらもしこの万一の場合ばかりが起こるものとしたら全ての法則は骨ッみじんに消し飛んでしまうわけだ一体こんな場合がちょくちょくあるものか諸君はどう考えられます諸君は笑っていますね笑い玉諸君しかしただ一つお返事が聞きたい 一体人間の利益というものは絶対正確に計量されているだろうか今までいかなる分類にも当てはまらなかったのみならず全体に当てはまりえないような利益が果たして存在しないだろうか諸君私の承知している限りでは実際のところ諸君は人間の利益台帳を編成するのに。 統計表のののの数数字や経済学の方式の平均数を取ってきたのではないか諸君の利益というのは、他でもない、幸福とか、富とか、自由とか、安寧とか、まあ、そういったようなものを指すので、従って、こういったような利益の大腸を無視して、意識的にそれに逆行する人間は、諸君の考えによると、いや、もちろん、 私の考え方によったったて同じことだが、そんな人間は顔面頃な非え化主義者かそれとも正真正銘の気違いということになるのだろうそうではないかけれどここに不思議なことがあるこうした統計学者や賢人や人類愛を標榜する連中が人間の利益を算出する際にいつも一つの利益を見落としているのは いどういううだろう当然取り入れなければならないはずなのにそれを感情に入れようとしないところがそこで全体の長尻がすっかり狂ってくるのだちょっと考えれば何も大したことではないからその利益を取り上げて表に記入さえすればよさそうに思われるがただこの厄介な利益がいかなる分類にも当てはまらないし どの表にも入らないので、そこに難関が損するわけである。例えば、私に、一人の友達がある、あっ、諸君、この男は諸君にとっても友人なのだ。それに、誰だって、この男の友人でないものはない。この先生は、仕事に取りかかるに際して、早速、て板に水を流すごとく、とうとうと、 理性と心理の法則に従って行動するにはどうしたらいいかということを諸君に説明して聞かせるだろう。のみならず、本当のノーマルな人間の利益を興奮と熱情に満ちた調子で弁じたてた上、自分の利益も特攻の真意義も返しない禁断者流の具やからを軽蔑したり非難したりするに相違ない。ところが、やっと十五分くらいしか経たないうちに、 突然これというきっかけもなくただ一切の利益よりも強い力を持った一種の内部衝動に駆られてまるっきり別な突飛なゲートを演じるのだつまりたった今自分が喋ったこととは明瞭に正反対なことをやり出すのである理性の法則にも自分自身の利益にもそれから一口に言えばあらゆるものに反したことをやり出すのである 断っておくが、私の親友というのは集合名詞的存在だからこの男一人だけを責めるのはちょっと具合が悪い諸君つまりここのとこなのである事実ほとんど全ての人にとって最上の利益よりもまだ尊いような何者かが存在していないだろうかそれとも論理を犯さないように言い直せば何より最も有益な利益が存在するだろうか これはさっき言った一般に見落とされている利益であって他のいかなる利益より最も大切であり有利なのであるこの利益のためには人はもし必要とあれば一切の法則に逆行することを辞さないつまり理性名誉安寧幸福一口に言えばこうしたすべての美しく有益なものに逆行してもただ 自分にとって最も貴重な、この根本的な、最も有利な利益を獲得することさえできればいいのだ。ふん、それなら、やっぱり利益には違いないじゃないか。と、諸君は、私の言葉を遮るだろう。しかし、失礼ながら、我々は、お互いに、まだ十分話し合わなければならない。それに、問題は地口じゃない。 この利益の特色は、一切の分類を破壊し、人類や異論者が、人類の幸福のために設けた体系を、残らず叩き壊してしまうところにあるのだ。要するに、この利益は、すべてのものの邪魔をするのだ。しかし、この利益の名を諸君に明かす前に、私は、自分で、自分の信用を傷つけるのも構わず、大胆に宣言しておくが、こうした、 さまざまな美しい体系は人類に本当のノーマルな利益を説明してこれを獲得することに努力さえすればすぐさま善良かつ高潔な人間になるぞと言って聞かせるような理論は目下のところ私に言わせればただのヘボロンに過ぎないさようヘボロンなのである実際自己の利益などという体系によって 全人類を構成させようという理論を肯定するのは、それは私に言わせれば、ほとんど、例えば、バックル、イギリスの文明史八1821から62年の尻馬に乗って、人間は、文明のおかげで怨量化し、従って残虐性を減じて、だんだん戦争などができなくなるとこんなことを肯定するのと同じではないか。論理を押し詰めていけば、 彼の諸説は、こんなことになるらしい。しかし、人間というものは、体系とか抽象的機能とかに終始すぎて、ただ、自分の論理を是認せんが、ためには、見れども見えず、聞けども聞こえずというようなやり方で、恋に真実を曲げることさえしかねなくなってしまった。私が、この例を引くのは、それがあまりに明瞭な実例だからである。まあ一つ 自分の周囲を見回してみたま前、千々は、川をなして流れているばかりか、おまけにシャンパンかなんぞのように、さも愉快らしく吹き出しているのだ。これが、諸君の賛美する19世紀であり、バックルの生きていた時代であるのだ。まだ、ナポレオン、かの偉大なる現代人ナポレオンも控えているし、永遠の連邦国たる北アメリカという例もある。 それから最後に、かの滑稽がめいたシュレスビッヒ・ホルシュタイン問題。一体、文明は、人間の内部のいかなる性質を和らげるというのだ文明は、ただ、感覚の多面性を発達させるばかり、それ以外の何物もありゃしない。この多面性の発達を突き詰めていくと、人間は、おそらく、血の中に快感を発見するようになるだろう。いや、実際、 そのの通りになったのだ。諸君は気がおつきになったか知らないが最も洗練された流血魔はほとんど一人の例外もなく最高の文化に欲くした連中ばかりでこんなのに比べると他の生命を馳せているアッチラーセとかスチェン・カラージンなどといったような出会いはまるで足元にも落っつかない場合も珍しくないただこの連中がアッチラーセやスチェン・カラージンほど 花々しく人目につかないのは、要するに、彼らがあまり頻繁にその辺をうろうろしているので、見慣れすぎて当たり前のようになってしまったからである。少なくとも文明のおかげで、人間が一層地に飢えてきたと言われないまでも、確かに昔より汚らわしい植え方をしてきた。昔は流血の中に正義を見いだして、両親のやましさを感じることなしに、 当然制裁すべき人間を殺戮したものだ。ところが、今、我々は、流血を汚らわしいことと考えているくせに、やはり、その汚らわしいことをやっている。しかも、昔より、もっと大仕掛けにやっているのだ。一体どちらが悪いかそれは、諸君のご判断にお任せする。伝うるところによれば、クレオパトラは、 ローマ史などから例を引くのをご容赦願いたい、好んで、女奴隷たちの胸に、金の針を突き刺し、彼らが、叫び声を立てたり、身をもがいたりするのに、快感を覚えたそうである。諸君は、これに対して、そんなことは比較的に見ると、野蛮時代のことだと言われるだろう。それに、現代だって、やはり比較的に見れば野蛮時代だから、今でも、やはり、 人の体に針を立ててもいるその上人間は野蛮時代よりはっきりものを見ることを覚えたとは言いながらいまだに理性や学問の示す通りに行動することを一向に習い覚えていないのだとこんなふうに言われるに相違ないしかしそれにしても諸君は心の中で古い悪臭がなくなって常識と科学が 人間の本性を完全に再教育し、定式通り指導するようになったら、必ず習い覚えるに違いないと確信を抱いておられるはずである。諸君の確信に従えば、その時には、人間が自ら好んで過護を犯したり、自分の意志をノーマルな利益と同着させたりするようなことは、自然なくなるはずである。そればかりか、諸君に言わせれば、その時は、 科学そのものが人間を共同して、もっとも、私に言わせれば、それは、あまり贅沢すぎる話だが、人間は、かつて、自由意志も気まぐれも持たなかったように、すっかり、そういうものが影を潜めてしまい、人間自身は、ピアノの鍵盤か、オルゴールの釘みたいなものになってしまう。それどころか、この世界には、自然の法則というやつが現存しているので、 人間が何をしてみてもそれは決して自分の意欲によって実行し得るのではなく自然の法則によって自のずとできていくとこういうことになるのだしたがってただこの自然率を発見しさえすればもう人間は自分の行為に責任を持たないで済むから生活が恐ろしく楽になってしまうその時はべての人間の行為が 自然とこの法則によって数学的に分類されまるで対数評価難ぞのようになってその数およそ10万8千に上り年間の中にも編入されるそれとももっと良い案としては今の百科事典式の公益をおもんばかる出版物が現れて人生のことを一切正確に計量し明示してくれるのでもうこの世には行為もなければ 突発事件もなないことになってしまうのだその時こそこれはみんな諸君の言葉を代弁しているのだ数学的な正確さで計算された末ン式の新しい経済関係が始まって問題は瞬時にして一切合切消滅してしまうそれというのも全ての問題に対するレディーメイドの答えを見つけることができるからであるその時には 水晶の宮殿が建立されるわけである。その時は、まあ、一口に言えば、その時は法王が舞い降りるわけである。無論、これは、すでに、私自身の意見として言うのだが、例えば、その時恐ろしい検体が襲ってこないとは、一向に保証しかねるのである。なぜなら、すっかり、何もかも表に計上されてしまったら、何もすることがないではないか。 その代わり、一切のものが非常に合理化されてくる。もちろん、退屈紛れに、どんなことを考え出さないとも限らない。全く、金の針を刺すのも退屈さましのためではないか。しかし、そんなことは、別に大した問題ではない。ただ一ついけないのは、これも、やはり私の言い分なのだが、ひょっとしたら、その時は、 金の針を刺されて喜ぶようになるかもしれない、その点なのである。何しろ人間はバカなのだ。呆れかえるほどバカなのだ。いや、決してバカではないのだけれども、その代わりまたと、類がないほど恩知らずなのである。だから、例えば、何かこう恩知らずな、というより、逮捕的な、人を小バカにした顔つきの紳士が、出し抜けに、何のきっかけもなく、 見渡す限り、分別で充満しているような未来の世界のただ中で、両手を腰に当て肘を張りながら、一同に向かって、どうだね、諸君、この分別臭い世界を、ひと思いに足で蹴飛ばして、こっぱみじんにしてしまったらそれも、他に目的があるわけではない。ただ、この対数表を、あくまどもの餌食にしてしまって、また、 自分の馬鹿げた石通りに生活してみたいからだ。などと言い出したにしても私は一向に驚かないつもりだ。実際これくらいなら大したことはないのだけれど必ず魔法者が出てくるに違いないそれが困りものなのである。また人間はそういう風にできているのだ。これというのもみんな口にする価値さえなさそうに思われるほど。 くだらない原因から起こるのだ。他でもない。人間はたとえ何者であろうとも時と場所とを問わず自分のしたいように振る舞うのが好きなので、位置や利益の命ずるところに従うのは決して本望ではないからである。意欲するということは自分自身の利益に反してもできるばかりか時によると断然そうしなければならないことがある。これは もう私のの思想なのだ自分自身の自由勝手な意欲たとえどんなに突拍子もないことでも構わないとにかく自分自身の気まぐれ時には気ちがいめくほど興奮したものでも構わないともあれ自分自身の空想これこそすなわち世人の見逃している最も有利な利益なのであってこればかりはどんな分類にも当てはまらずまたこいつのために 実際の体系や理論がコっパみじんになってしまうのであるあの賢人などという連中が誰も彼も人間には何かしら上気にかなった特効的な意欲が必要だと決め込んでいるのは一体どこから割り出したのだろうなんだって彼らはハンデをしたように人間には必ず合理的に有利な意欲が必要だなどという変な妄想を起こしたのだろう 人間に必要なのはただ独立不起の意欲だけであってこの独立不起なるものがどんなに効果につこうともどんな結果をもたらそうとも構ってはいられないのであるいや全くこの意欲というやつは途方とてつもない代物なのだち、は、は、は、だって意欲なんていうものは本当のところ存在しやしないんだ もしお望みなら申しますがね。と、諸君は、大声に笑いながら、こう遮るだろう。科学は、今日でさえ、人間をすっかり解剖し尽くしたので、今では、もう、周知の事実になってしまったじゃないか。意欲とか、いわゆる自由意志とかいうものは、ただその、諸君、待ちた前、私自身も、そういう風に切り出そうと思っていたところだ。 正直なところ、私は、ぎょっとしたくらいなのだ。私は、たった今、意欲なんて、全く得体の知れないものに左右される代物だが、しかし、それも、結局、好都合かもしれない、どこを怒鳴ろうと思ったのだけれど、ふと、科学のことを思い出したので、それで、やめてしまった。ちょうど、そこへ諸君が話し出したというわけだ。 ねっもし本当にいつか我々の意欲や気まぐれ全部の方式を発見してしまったらつまりそれらのものが何に左右されるか一体どういう法則によって発生するかどんな風に蔓延するかまた各々の場合にはいかなる方向に進んでいくかといったような問題について。 本当の数学的な方式を発見してしまったらその時はおそらく人間はすぐに意欲することをやめてしまうだろういや確かにやめてしまうに相違ない。ね表によって意欲するなんて何が面白いものかねそればかりでないその時人間は早速人間でなくなって手回しオルガンの釘か、ないしそれに類したものになってしまうだろう。 だって、希望も意志も欲望もないような人間は、手回しオルガンのシリンダーについている釘でなくって、一体なんだというのだ。諸君は一体どう思う、そんなことが起こり得るかどうか、一つ可能性を数え上げてみようじゃないか。踏む、と、諸君は結論を下すだろう。我々の意欲は、我々の利益に関する誤った見解のために、大部分は間違っているのだ。 我々が時としてとてつもない馬鹿げたことを望むのはつまり我々が馬鹿なために何か前もって仮定した利益を獲得する一番楽な道筋がこの馬鹿げた行為の中にあるように思うからだそこでこういうことがすっかり解き明かされて紙の上で計算されてしまったらこういうことも大いにあり得る話だなぜといってある種の自然法則は 決して人間に知られる時がないなどと頭から信じきってしまうのは忌々しいことでもあり無意味なことでもあるのだからその時はもちろんいわゆる欲望なるものは存在しなくなるだろうもしいつか意欲が理性とこっそり談合し完全に合意してしまったら我々はその時意欲しないで理性の働きに従うだろうというのは例えば 理性を完全に保ちながら無意義を保するのはミスミス理性に逆らって自分の害になることを望む結果になるのでそんなことをする馬鹿はないからである全くいつかそのうちにはいわゆる自由意志の法則が発見されるだろうからすべての意欲や理性判断が本当に細かく計上されるかもしれないすると当然冗談は抜きにして 本当に何かか表ののようななももがが出来上がるかもしれないすると我々は本当にこの表通りに意欲するようになる。例えば私がある人にアカんべをしてみせたとする。そうするとそれは私がアカんべをしないでいられないからそうしたのでしかも必ずある決まった指を使わざるを得なかったのだというふうに 正確な計算の上で証明されるとすれば、その時は、一体、どんな自由が私に残されることになるだろう。ことに私が学者で、どこかの学校の家庭を修了していたら、なおさらおかしい話ではないか。実際そうなれば、自分の生涯を、向こう十年間くらい、きちんと割り出すことができようではないか。一口に言えば、もし、 そういうことが実現されるとすれば我々はもう何にもすることがなくなってしまうどちらにしても理解だけはしなければならないのだそれに全体として我々は産むことなしにこういうことを四十腹の中で繰り返していなければならないこれこれの瞬間にこれこれの状況においては自然が我々の意向など考慮してくれないから こっちで勝手に空想しているような風でなくあるがママに自然を受け入れなければならない。で我々が本当にこうした表や年間やそれから例の上流期さえも目標として進んでいくものとすれば仕方がないからレトルトさえも受け入れるべきである。でなければレトルト自身諸君を煩わさないで勝手に収まり込んでしまうだろう。 まさにその通り。だが、つまり、ここのところで、私にとっては、コンマが入るのだ。諸君、私が調子に乗って、ヘボ哲学をこね回すのを、どうか許してもらいたい。何しろ、40年間、地下生活をしてきた人間なのだ。少しばかり、空想をたくましゅうさせてもらおう。さて、諸君、理性は、結構なものにそういない。 それには議論の余地がないけれど理性は要するにただ理性であって単に人間の理知的能力を満足させるに過ぎないところが意欲は全生活の発言であって理性も非近な生理的作用をも含む人間全生活の発言なのだこの発言における我々の生活はかなりしばしばやさなものになることがあるけれど それでもやはり生活であって、単なる平方根を求めるような仕事とは違う。早い話が私にしても、単に、自分の理知的能力、すなわち、私の生活能力のわずかに10分の1くらいのものを満足させるためでなく、生活能力の全部を満足させるために生きたいと思うのは、あまりに自然すぎる話ではなかろうか。理性は、 そそもそも何を知っていいるというのだ理性はただいままで認識できたものを知っているに過ぎないことによったらある種の事柄は永久に知りえないかも分からない。これは悲しむべきことではあるがそれだって率直に言ってはならぬという法はあるまいところが人間の自然性は自分の内部に損する一切のものを挙げて意識的にあるいは無意識的に。 全一的の活動をしているのだから見当違いもあるけれどとにかく生活をしているわけだ諸君どうやら諸君は気の毒そうな目つきをして私を見ていられるらしい諸君はまた繰り返してこう言われるだろう知性の発達した教養のある人間つまり一口に言えば未来人としての資格を有する人間がミスミス 自分の不利益にななることを望むわけがないそれは数学的に明瞭なことだと十々五もっともそれは全く数学的に明瞭であるしかしくどいようだが繰り返して言っておくこの世にはたった一つたった一つだけ人間がわざと意識して自分の二目になるような馬鹿げたことをこの上なしの馬鹿げたことさえ望む場合がある というのは賢明なことより他望んではならないという義務に縛られないためにこの上もない馬鹿げたことさえ望む権利を持ちたいからである諸君全くこの馬鹿げ切った行為つまり自分自身の勝手な気まぐれこそ我々のような人間にとってはこの地上に存するいかなるものにもまして本当に尊い有益なものかもしれないのだ ことにある場合などはなおさらなのである。部分的に言えば、かかる行為が我々に、明瞭歌がいなき害読をもたらし、利益に関する我々の理性の健全なる結論に矛盾するような場合でさえ、それは、一切の利益を束にしたよりもっと有利なのかもしれない。なぜなら、それはいずれにしても、我々にとって、最も重要で貴重なもの、すなわち、 我々の人格と個性とを保持してくれるからである。中にはこう主張するものがある。なるほど、これこそ、人間にとって何より尊いものだ。意欲というものは、その気にさえなれば、当然理性と合致することができる。もしそれを乱用しないで、適度に利用してゆけば、ことにしかりである。そうすれば、単に有益であるのみならず、時とすると、 称賛に値するることさえあるしかし、意欲というやつは極めてしばしば、というより、大抵の場合、強情と思われるほど、完全に理性と同着するものだ。そして、そしてそして、ご存知か知らないが、これも単に有益なばかりでなく、時によると、大いに称賛に値するくらいである。諸君、仮に人間はバカでないと仮定しよう、実際。 人間のことをそんな風に言うのは断じて不可能である。なぜなら、もし、人間がバカだとすれば、その時は、一体誰が利口者なのだこれだけの理由でも、明瞭なことではないか。しかし、たとえバカでないとしても、やはりあきれ返るほど恩知らずである。類がないほど恩知らずである。私はこんな風にさえ考える。 人間というものの最も適切な定義は二本足で歩く恩知らずの動物なりということになるけれどもこれではまだ全部を尽くしているのではないこれはまだ人間の主なる欠点ではないのだ人間の最も主なる欠点は他でもない永遠不変な不得義である人類史の大洪水時代から初めて人間の大洪水時代めて シュレスビッヒ・ホルシュタイン事件に至るまで常に変わることなき不特技である。この不特技から当然の結果として無分裂というものが出てくる。なぜといって無分裂が不特技の結果に他ならぬということは当の昔から知れ渡っている話だ。試みに人類の歴史に一別を投じてみたまえ。一体諸君は そこに何を見いだすか荘厳と言われるかあるいは事実荘厳かもしれない。例えば、ロードス島の巨像、田島海中の2島所に両足を踏んで立っていたと言われる伝説の像だけでも、どれだけの価値があるかもしれない。アナーエフスキー氏、アファナーシー・エブドキーモビチ、文学史上で有名な文学教、1866年没が、それについて、 あるものは、それを人工によって作られたものだといい、また、あるものは、自然そのものの創造物のごとく主張すると述べているのは、こなきことではないのである。それとも、あまり雑然としすぎるというかあるいは、事実雑然としているかもしれない。あらゆる時代、あらゆる国民の部会や、文化の着用していた礼服を調べてみるだけでも、それだけでも、 ななかなか大したものであるもしそれに略服まで感情に入れるとしたらそれこそゴリ夢中に奉公してしまいどんな歴史家だって悲鳴を上げずにはいられないだろうそれとも全ては単調なのだろうかいや恐らく単調でもあるだろう闘争闘争人は今でも戦っている昔も戦っていた 今後も戦うだろう。ねえ、これでは、もうあんまり単調すぎるではないか。要するに、世界歴史に関しては、どんなことでも言えるのだ。混乱しきった頭脳に浮かんでくる、どんなでたらめの想像でも、これに当てはめることができるくらいだ。けれど、ただ一つ言えないことがある。それは分別に富んでいるということだ。そんなことを言おうものなら、 最初の一言で舌がもつれてしまうだろう。それどころか、こんな妙なことさえしょっちゅう持ち上がっているのである、この世の中には、非常に特層の高い、分別に満ちた人たちや、偉い賢人や人類や異論者などが、ひっきりなしに現れてくる。彼らは、できるだけ、特効と権利とに満ちた行動をとって、いわば、自分の徳によって、 隣人のために道を照らすことを生涯の目的としている。それというのもつまりこの人生は実際特効と権利とによって暮らし得るものだということを世人に示さんがためなのである。ところがどうだろう周知のごとくこうした人類愛の先生たちは大抵遅かれ早かれ生涯の終わりになって何か。 へんてこな逸話を製造し自分自身に裏切るような結果に終わってしまうしかもその逸話たるや時とすると不作法この上ないものさえあるのだそこで今度は諸君にお尋ねするがこういう奇妙な性質を付与された動物としての人間から一体何を期待することができようまあ試みにありとあらゆる地上の幸福を人間に浴びせかけ 幸福というものの中に頭ごとずんぶり沈めてしまってその幸福の表面にまるで水面に浮かぶ泡のようなものがブクブクと浮き上がるような目に合わしてみたまえまた人間に十二分の経済的満足を与えてただグーグー寝たり生姜餅を食ったり世界歴史の永続を心配したりするより他に仕事がないような境遇に置いてみたまえそれでもやつは その人間先生は、ただ、鬼知らずな気持ちのために、汚らわしい天の弱のために、高が無知なことをしでかすに相いない。生姜餅の幸福さえも棒に振る覚悟で、わざわざ身の破滅になるような、思い切って非経済的な、馬鹿げたナンセンスを欲求するに相いない。それも、ただ、この道理づくめの、分別臭い世界に、 破滅と幻想の分子を混和させたいというだけの話である。全く、こうした突拍子もない空想や、俗悪極まる馬鹿げた欲望を、どこまでも失うまいと望むのだ。それも、ただただ、人間は何と言っても人間であって、ピアノの鍵盤ではないということを、自分で自分に、確認させたいがためにすぎない。ピアノの鍵盤を叩く者は、 自然の法則そのものには違いないが、こいつがあまり調子に乗って引きまくると、もう表を無視しては何一つ意欲することができなくなる恐れがある。そのことを自分に警告したいのだ。まるで、そんなことがこの上もない必須ごとか何かのようにさ。そうだ、そればかりではない。人間は、たとえ、本当にピアノの鍵盤に過ぎないとして、それを、 自然科学で数学的に証明された場合でもそれでもなかなか目が覚めないでかえってわざと何か変なことをしでかすに相違ない要するに単なる防音の気持ちから自己を主張したいというだけの目的なのだもし適当の手段がない場合には破壊と混沌とを考え出しさまざまな苦痛を考案しそれでもとにかく自我を主張し通すのだ その時人間は全世界に呪詛を放つだろう。呪詛というやつはただ人間のみに与えられた能力なのでこれこそ主として人間を他の動物から区別する特権なのだ。おそらくただの呪い一つだけで自分の目的を達するだろう。すなわち自分が人間であってピアノの鍵盤でないということを本当に確信するだろう。 諸君はことによったらそんなものはみんな混沌も暗黒も呪詛もすべて表によって計算できるからこの予備的計算の可能ということだけでも一切お阻止することができ結局は理性の勝利に終わるだろうなどと言われるかもしれないがそうすれば人間はわざと気違いになって理性を持たないようにしてでも自分の主張を貫徹するだろう。 私はそれを信ずる。私はそれを保証する。なぜといって、人間は絶えず自分が人間であって、単なる区切ないことを証明したがるもので、人間の仕事は、実際のところ、ただ、そのこと一つに尽きているからである。たとえ、自分が痛い目をしても、とにかく証明しようとしたのだ。余震は、結挙生活などという形式によっても、 それを証明ししようとしたのだこうなってみるとそんな表は存在しない意欲はまだ今のところ得体の知れないものに左右されているとどし難い主張をしてみたくなるのも一概に無理とは言えないすると諸君はこう叫ぶだろうもし諸君が私などに声をかける値打ちがあると認めるならば誰も 君のの意志を奪おううといいものはありゃしないただ何とかして君の意志が自ら進んで君のノーマルな利益や自然の法則や算術などと合致するようにうまく仕組みたいと心配しているだけだと「えい諸君何を言うのだ問題が表や算術なんてところまで行ってしまってただ22が4だけ幅を利かすようになったらもうが四だけ幅を利かすようになったらもう 自分の意思も何もないじゃないか二の二乗は私の意思なんかなくたってやっぱり四になるんだからな。自分の意思となるとそんなものじゃありゃしないんだ。九諸君私はもちろん冗談を言っているのだ。これが悪いしゃれだということは自分でも承知している。けれどそれかといって何もかも冗談にしてしまうわけにはいかない。 ことによったら、私は歯を食いしばりながら、冗談を言っているのかもしれない。諸君、私は、多くの問題に苦しんでいる。どうかそれを解決してもらいたい。早い話が、現に、諸君は、人間を吸収から解放して、科学と常識の要求通りに、人間の意志を強制しようとしている。しかし、 人間をそんな風に改造できるというだけでなく、またそれが必要だなどということを、一体、諸君はどうして承知しておられるのか人間の意欲はどうしても強制せねばならないなどと、諸君はどこから割り出したのか手っ取り早く言えば、こうした強制が、実際、人間に利益をもたらすなんてことを、どうして諸君は心得ていられるのだまた こうなったら何もかも言ってしまうが理性や数学の推論によって保証された本当のノーマルな利益に逆行しないということがいつも人間にとって真に有利でありかつ全人類の服用すべき法則であるなどとどうして諸君はそれほど確実に信じきっていられるのかそんなことはまだ今のところ単に諸君の過程に過ぎないではないか仮に それが論理の法則であるとしても決して人類の法則ではないかもしれぬ。諸君諸君はおそらく私を気違いだと思っていられるだろう。ここに一言留保をさせていただきたい。私は諸君のご意見に同意しよう。人間というものは主として創造的動物であって意識的に目的に向かって突進し、 土木技師的事業に従うべき運命を担っているすなわちよしや行く手はどこであろうとも絶えず永久に己の道を切り開いて行くのだけれどもつまりこの道を切り開くべき運命を担っているがために人間はどうかするとちょっと脇道へそれたくなるらしいそれに直上傾向的な活動家はかなり愚鈍なものだが その彼らさえ時々は自分の道がほとんど常に出たら目な方向を指しているということを思い浮かべるのである肝心な問題はその道がどこを指しているかではなくてとにかくただ続いていさえすればいいので模範的な子供は土木技師的な仕事を別視しないで恐るべき怠惰に身を任さないことが必要であるこの怠惰というやつは 周知の如くあらゆる悪徳の母なのである人間は創造を愛し航路の開拓を好むものでそれは議論の余地がないしかしまた人間が破壊と混沌をも前後を忘れるほど熱愛するのは一体どうしたわけだろうこれに一つ答えてもらいたいものだけれどこのことについては私自身も特に一言したいと思う 人間がそれほど破壊と混沌とを愛するのはそれは今更論ずるまでもないことで人間はどうかすると夢中になるほど破壊を愛するそれはまさにその通りなのだ他でもないつまり目的を達して自分の作っている建物を完成するのを本能的に恐れているからではあるまいか諸君はご存じないかもしれないが人間は 自分の建物をただ遠くの方から愛するだけで決して近く寄って愛願するものではないらしい人間はそれを建設することにのみ愛を持ってその中に住むことを好まないのかもしれない建ててしまうとあとはその建物を AUX アニマウクスドメスティクエス家畜どもに例えばアリとか羊とか そうういいいいったたようなものに任せてしまいたいらしまら現にアリなどは全然変わった好みを持っている彼らはこれに類した一つの驚くべき建物永久に壊れることのない建物を持っているつまりアリ塚を指すのだこの尊敬すべきアリどもはまずアリ塚から事を始めたのでまたきっとアリ塚で終末を告げるに相違ないそれは 彼らの権妊不罰の精神と確実性等を証明することで非常な名誉と言わなければならない。けれど人間というやつは軽薄で下品な動物だからちょうど将棋差しと同じようにただ目的に達する経路を愛するのみで目的そのものはどうでもいいらしい。実際全人類が精進している地上の目的なるものは挙げてことごとく。 この目的獲得の絶えざるプロセスすなわち生活そのものの中に含まれているのであって目的それ自身の中には存在しないのかもしれないそれは誰しも保証のできないことである目的なるものは言うまでもなく二十二がんで公式以外の何者でもないところが諸君二十二が四はもはや生活ではなく死の始まりに過ぎないのである 少なくとも人間はいつも妙にこの22が4を恐れていたが私は今でも恐れている。余心は人間はこの22が4の発見を唯一の仕事にしてこの探求のために対応を泳ぎ渡ったり生命を犠牲にしているにもせよ本当に探し当てること発見することは誓いっていうが何となしに怖いのだ。つまり 発見してしまえば、もう、その時は、何も探すものがなくなる、と直感するからである。労働者なら仕事を終えると、少なくとも金をもらって、居酒屋へ出かけていき、その後で、警察のご厄介になる、これで、まあ、一週間ぐらいの暇つぶしにはなろうというものだ。ところが、人間は、一体どこへ行ったらいいのだろう少なくとも、 そういったふうの目的を達するたびにその都度、何か具合の悪いところが感じられる人間は到達を好むにはそういないけれどもしかし完全に到達してしまうのは考え物のなのでこれは無論恐ろしく滑稽なことにそういない手っ取り早く言えば人間は滑稽に出来上がっているのだこれにはどうやら地口がかっているらしいしかし 22が4というやつは、なんといっても、実に我慢のできない代物である。22が4、これなどは私に言わせると、ただ人を馬鹿にした代物なのだ。22が4は、おっちょこちょいのような格好をして、両手を腰に当てたまま、人の行く手に立ちふさがりながら、ペットつばを吐いているという感じだ。22が4が立派なものだということには、 私も依存がないけれど、しかし、いっそ何もかも褒めることにするなら、二十二が、午も時によると、愛嬌のある代物なのだ。一体、諸君は、どういうわけでそれほど堅く、しかも勝ち誇ったような態度で、ただ、ノーマルな積極性を持った者、一口に言えば、ただ安寧無事というものだけが、人間にとって有利だなどと、信じきって疑わないのだろう 一体理性は断じて利害の判別を誤らないだろうか実際人間が愛しているのは安寧無事ばかりではないかもしれないのだ。人間は苦痛というものもやはり同じくらいに愛しているのではあるまいかことによったら苦痛も人間にとっては安寧無事と同じくらいに有利なのではあるまいか。人間はどうかすると夢中になるくらい。 恐ろしく苦痛を愛するものだそれは間違いのない事実である。この場合、今更世界歴史など調べるまでもない。もし諸君が人間で、いくらかでも生活したことがあるなら、自分の胸に聞いてみるがいい。私の意見はどうかといえば、ただ安寧無事のみを愛するのは、なんとなく不死つけにさえ思われる。良いにせよ悪いにせよ。 何かぶち壊すということは、時によると、やはり愉快千万なものである。私は、この場合、何も、特別に、苦痛の肩を持つのでもなければ、安寧無事の弁護をするわけでもない。私が主張するのは、自分の気まぐれというものと、その気まぐれが、いつでも、必要な時に、間違いなく保障されているということである。苦痛というやつは、 例えば、ボードビルなどにはご採用にならない。それは私も承知している。水晶宮の中となると、そんなものは全で考えることもできない。苦痛は疑惑であり、否定であるが、疑惑の余地があるようなものだったら、それは、もはや水晶宮でも何でもないのだ。ところで、私は確信しているが、人間は、本当の苦痛、言い換えれば、 破壊と混沌とを決して拒もうとしないものである。苦痛、これこそ、実に、自意識の唯一の原因なのだ。私は、この手配の、手配の、わまま、はじめで、自意識は人間にとって、最大不幸であると、ご不意調申し上げたけれども、人間がその不幸を愛して、いかなる満足にも見返ようとしないのを、私はちゃんと知っている。自意識というものは、 例えば二十二が四よりも無限に優れているのだ。二十二が四のあとではもう言うまでもなく何一つすることがなくなるばかりか知ることさえ尽きてしまうのだ。その時になって成し得る全てのことはただ自分の五感を塞いで瞑想に沈むだけのことだろう。ところで自意識を保っていれば結果から言えば同じになってしまうけれどつまり やはり何もすることがなくなってしまうけれど少なくとも時々自分で自分をぶん殴ることはできるこれは何と言っても多少着付けにはなるのである大英的ではあるけれどそれだって何もないよりはマシに違いない中諸君は永遠に笛の水晶宮を信じていられるつまり内緒で舌を出してみせたり 袖の陰でそっと赤ん,べをしたりそんな真似のできない建物を信じていられるところで私はそれが水晶でできていて永久に笛えのものでありおまけに内しで舌を出して見せることもできないのでそのためにこの建物を恐れるのかもしれないそこでこういうことを考えてみてもらいたいもし宮殿の代わりにニワトリ小屋があって そこへ雨が降ってきたとしたら私はおそらく体を濡らさないために鶏小屋の中へ入り込んだろうしかしそれでも鶏小屋を宮殿などとは考えはしないというのは雨宿りをさしてくれたことに対する感謝のためである諸君は一生に付してしまってこの場合鶏小屋も宮殿も同じことだとこんなふうにさえ言われるだろう すると、私はこう答える、さよう、もしただ濡れないためのみに、生きなければならないとしたら。けれど、もし、私が、人間は、ただ、それのみのために生きているのではない、いっそ生きるくらいなら、宮殿で暮らすのが本当だ、などという妄想を起こしたとすれば、一体どうしたものだろう。それは私の意欲なのだ。それは私の願望なのだ。 諸君は、私の願望を取り替えたときに、初めて、この考えを、私の頭の中から削り取ることができるのだ。さあ、取り替えてもらおう。代わりのもので、私の目をくらましてもらおう。別の理想をあてがってもらおう。が、今のところ、私は、鶏小屋を、宮殿に受け取りなんかしやしない。たとえ水晶宮が空中楼閣で、 自然の法則から見てそんなものはありえないとしても構わない。そんなものは私自身の愚かさのために現代の古臭い非合理的な習慣の結果私が自分で考え出したものであっても構わない。しかしそんなものがあるはずはなくたって私には何の関係もないことだ。余心はそれが私の願望の中に存在しているとしても ないしはより正確に言って私の願望が存在する間だけ存在しているにしてもどうせ同じようなものではないか諸君はまた一生に伏してしまわれることだろう。どうか遠慮なく笑ってもらおう。私はあらゆる嘲笑を感受するがそれにしても飯が食いたい時に私は満腹ですなどとは言うわけにいかない。とにかく。 私には分かっている。私は単に自然の法則によって実際に存在しているからというだけの理由でいい加減な妥協や無限の循環例の上にあぐらを書いてはいられないのだ。私は向こう千年間の契約で貧乏な曲がり人に貸す部屋をたくさん仕切って万一の場合のためには司会バーゲンハイムの看板をかけた素晴らしく。 大きなビルディングを持ってこられてもそれを自分の欲望に与えられた月経感としては受け取らないどうか私の欲望を殲滅し私の理想を抹殺した上で何かより以上優れたものを示してもらいたいそうすれば私は諸君の後からついていくだろう諸君はことによったらそんなことに関わり合うだけの値打ちはない と言われれるかもしれないけれど、そうなれば、私だって、同じ言い草で答えることもできるのだ。我々は真面目に考察しているのに、諸君は、お前の言うことなどに注意を向ける価値がないという態度を取られる。それなら、私も、お慈悲など願いはしないつもりだ。私にも、自分の地下の世界があるのだから。とにかく、私も、 今のところまだ生きていて自分の欲望を働かしている。だからもし私がそんな高層な建築を手伝うためにたとえレンが一つでも運ぶようなことをしたらその手が腐ってもいいくらいに思っている。私が先ほど自分でこの水晶宮を否定するときに唯一の理由として舌を出してから買うわけにいかないということを挙げたがどうか。 その点にあまりこだわらないでほしい。私がああ言ったのは、舌を出すのが好きでたまらないからでは、さらさらない。ただ、舌を出さないです無用な建物が、今まで諸君の作った、あらゆる建物の中に、一つとして見たらないので、見たらないので、あ、まま,まそのことに腹を立てただけかもしれない。それどころか、もし、二度と舌など出す気にはならないように。 この世の中がうまくいったら私は感謝の念だけでも自分の舌をすっかり切り取らせてもいいほどに思っているそんな風にはうまくいかないからせいぜい曲がり人向きのアパートで満足しなければならないなんてそんなことが私に何の関わりがあるというのだ一体なぜ私はこんな希望を持つように作られたのだろう まさか私自身を構成しているものが、ただのごまかしに過ぎないという結論に到着するために、ただ、そのためのみに、こんな風に作られたわけでもあるまい。まさかそれが目的の全部ではあるまい。私は、そんなことなど信じない。もっとも、こういうことも考えている。私の確信によれば、我々地下の住人は、ちゃんと手綱をはめて、 押さえておく必要がある彼らは40年でも無言の行をすることが出るけれど出るけれどわままもし毎日世の中へ出ようものならまるで席が切れたようにそれこそ喋って喋って喋りまくるのだ。十一諸君とどのつまり何にもしないのが一番いいのだ瞑想的惰性が一番いいのだ。 だから地下の世界満載というわけである。私は、岩石が立ってじりじりするほど、ノーマルな人間を羨むとは言ったけれど、しかし、私が現に見ているような彼らの状態そのままでは、そのお仲間入りをしたくない。ただし、それでも相変わらず羨みはするけれど、いや、いや、地下の世界の方が、いずれにしても有利だ。そこでは少なくとも、 ここでもまた、私は、出たら目を言っている。確かに出たら目だ。なぜなら、決して、地下生活が一番いいのではなくて、私の渇望しているのは、何かしら別なもの、まるっきり別なものだということを、22が4というほど、はっきり知っているからだ。ただ、それがどうしても発見できないのである。地下などくそくらえだ。それから、まだ、 こんなことも結構だと思う。他でもないが、私が今書いたことの中で、何か、一つでも自分で信じることができたら、どんなにいいか知れない。諸君、誓って言うが、私は、今書き散らしたことを、一言も、それこそ、ただの一言も信じてはいないのだ。というより、信じているのかもしれないけれど、どういうわけか、自分では、 ずうずうしいほらを吹いているような感じがする。そんな気がしてしょうがないのだ。では、何のために、こんなことを書いたのだと、諸君はこう言うだろう。何私は、諸君を、ものの40年も、一切仕事をさせないで閉じ込めた上四40年の期限が切れたとき、諸君が、どういう結果に到達されたか。 それを伺いに近いへお尋ねしてみたいと思うのです。いったい40年も人間をたった一人で仕事もさせずに売っちゃっておいていいものでしょうかそれは恥ずかしいことじゃないかね。それは卑怯なことではないかね。おそらく諸君は蔑むように頭を振りながら私に向かってこう言うだろう。君は生活に貸しているものだから自分で。 人生のの諸問題を混乱ししした論理で解決しようとしているのだ。君の突拍子もない言い草はいかにも小う,うるさくって生意気千万だけれども同時に君は実に戦々恐々としているじゃないか君はバカなことばかり言ってそれで満足しているのだ君は不敵なことを口にしながらしかものべつそれをビクビクして言い訳ばかりしているではないか 君は何にも怖くないと公原を切っているくせに、それと同時に我々の関心を買おうとしている。君は摂取役いしてると主張しているが、同時に我々を笑わすためにくだらぬダジャレを振り回している。君は自分のシャレがシャレになっていないのを承知しながら、しかも見受けたところ、その文学的価値に大満悦の手だ。君は 本当に苦苦しししんだだ。ことがが、あるかかももれなないいいい自分のの痛をいささかも尊敬していないのだ君という人には真実はあるけれども、処女性がない。君は、思い切りちっぽけな虚栄心に駆られて、自分の真実を見せびらかしに、市場へ持ち出して、恥さらしをしている。君は、本当に何か言いたいくせに、器具の念のために、最後の言葉を隠しているのだ。 それというのも、君は、それを言い切るだけの決断力がなくて、ただ臆病なずうずうしさしか、持ち合わせていないからだ。君は自意識を自慢しているが、本当はただ、小気遵遵しているだけだ。なぜって、君の内部では理性こそ働いているものの、心は咽頭に曇らされているからだ。純潔な心がなかったら、完全な正しい意識もありはしない。 君は、なんといううるさい男だろう。君は、実に押し売りばかり従って、芝居じみた真似を従る人間だ。虚偽、虚偽、ことごとく虚偽だ。もちろん、こういった諸君の言葉は、みんな、私が、今自分で創作したのだ。これも、やはり地下生活から生じたのである。私は、そこで、 40年間ぶっ通しにこういった風な諸君の言葉を物の隙間からこっそり盗み聞きしていたのだ。私はそれを自分で考え出したのだ。事実、こんなことばかりが頭に浮かんでくるのだから自然空で暗記されて文学的な形式をとるようになったのもあながち不思議ではないのだ。しかし、果たして諸君は私が。 これをすっかり印刷して、おまけに、それを諸君に読ませるつもりだなどと、そんな想像をするほど、軽はずみな人たちだろうかそれから、もう一つ、私には疑問がある、本当に、私は、なんだって、あなた方を諸君などと呼ぶのだろうまた、なんだって、本当の読者にでも向かうような態度を、あなた方に対してとっているのだろう私が、 これから叙述にかかろうと思っているような告白は、印刷すべきものでもなければ、他人に読ますべきでもない。少なくとも、私は、それだけの確固たる意志を持っていない、また持たなければならんとも考えていないのだ。しかし、実のところ、私の頭に、一つの空想が浮かんできたので、これが非でも、それを実現したいと思う。それはこういうわけなのである。 どんな人の追憶の中にも少数の親友を除いては誰にも打ち明けたくないようなことがあるものだそれどころか親友にも打ち明けることができないでただ自分自身にだけしかもごく内緒に告白すればするようなそんなことすらもあるのだところがさらに一歩進めて自分自身にさえ打ち明けるのを恐れるようなことさえあるそういうことは どんな身分のいいちゃんとした人でもいい加減たくさん増えていくものである。というよりむしろちゃんとした人であればあるほどますますそういうことが多くなるのだ。少なくとも私自身なども過去に起こったある種の出来事を追想してみようと決心したのはつい近頃のことでそれすら今日に至るまで一種の不安さえ感じながら。 いいつも避けるようにばかりしていたのだところが単に追想するばかりでなく手記に残そうとさえ決心した今となっては果たして自分自身に対して完全に赤裸々な態度をとり一切の真実を恐れないということができるかどうかそれを実験してみたいのであるついでに言っておくがハイネの断言するところによると正確な自伝というものはありえない 人間は自分自身のこととなると間違いなく嘘をつくものだそうである。彼に言わせれば、例えば、ルソーなども、その残悔録の中で、いつも必ず自己中傷をやっている虚栄心のためにわざと嘘をついているのだ。私はハイネの説を正しいと信じる。私にはよくわかっているが、時によると、ただただ虚栄心のためのみに、 大それた犯罪を捏造してそれを自分の仕業にすることもあるそしてこれがいかなる種類の虚栄心であるかも十分に了解ができるのであるしかしハイネは公衆の面前で懺悔する人間のことを論じたのだが私はただ自分自身のための身に書いているのだそこできっぱり断っておくが私は 読者を前に置いたような書き方をしているけれども、それは、ただ見てくれだけの話で、つまり、そうした方が書きいいからである。それは、形式、ほんのつまらぬ形式だけである。私には、決して読者などできっこないのだ。このことは、もうちゃんと声明しておいた。私は、この手記の体裁については、一切何者にも拘束されたくない。 順序とか体系とかか体いい。うものもの取り入れないただ思い出すままを書きつけていくのだところで諸君は私の言葉尻をつかまえて例えばもし君が本当に読者を念頭に置いていないとすれば順序も体型も取り入れないとかただ思い出すままを書き留めるのだとかそういったような条件を自分一人でおまけに紙の上で取り決めるのは 一体何のためだろうどういうつもりで君はそんな説明をするのだどういうわけでそんな言い訳をするのだと尋ねるかもしれない。さあそれはどうもと私は答えるだろう。もっともこれには込み入った真理があるのだ。ことによったらそれは単に私が臆病者だということかもしれない。が またことによったら、私のこの手記をしたためる時、できるだけ作法を守るために、わざと、自分の眼前に、口臭を想像しているのかもしれない。とにかく、原因は無数に存在し得るのだ。しかし、まだ、こういうことがある。一体、私は、何のために、どういう目的で書こうとしているのだろうもし、口臭のためでないとしたら、何も、 わざわざ紙に写したりしないでも、心の中ですっかり思い起こすだけで差し支えないではないかそれは、なるほど、その通りだが、しかし、紙に書くと、なんだか、ずっと早朝になってくるようだ。そうすると、何かもっともらしく見えるし、自己批判も行き届くだろうし、うまい言葉もおのずと出てこようというものだ。そればかりでなく、 私は手記を書いていくということによって、実際気持ちが軽くなっていくのである。早い話が、現に今日もある古い追憶が、格別、私の心を押し付けるのだ。それは、もう、二三日前から、はっきりと記憶によみがえって、それ以来まるでうるさい音楽の説のように、こびりついて離れようとしない。ところが、 こいいつは振りししてしまわなななければならないのだ私にはこういった強くが何百となくあるのだがどうかするとそのたくさんな中から何か一つひょっこり浮かび出して私の心を圧迫するのだ。私はどういうわけかそれを紙に書きつけたら自然と離れていくものだと信じている。だからそれを試してみてもよいではないか 最後の理由として、私は退屈なのだ。私はいつも何にもしていない。ところが、ものを書くということは、本当に仕事らしく感じられる。仕事をしていると、人間は、善良で正直になるという。まあ、少なくとも、これは一つの好機会だ。今雪が降っている、べたべたに濡れた、黄色い、濁ったようなやつだ。 昨日日ももややはりり降っっったたし前ぱ私はこのべた雪の連想から今私の頭にこびりついて離れない例の逸話を思い出したらしい。そこでこれはべた雪の連想からできた物語としておけ。